いよいよこの日が来たな。はい、本当にいろいろありましたけど、なんとか本番に間に合いました。ミクと握手会に出たり、作詞も初めてで大変だったけど、何もかもが新鮮で楽しかったです。その全てが今日のステージのためだ。期待してるよ。ええ、ミクと私たちトリニティエールで最高のステージにしてみせます。本当にありがとうございました。この日のためにたくさん助けてくれて。俺は大したことはしてないよそうですか。ミクとはいろんなことを話しましたけど、マネージャーさんにとても感謝してましたよ。少しアドバイスを送っただけだよ。ミクとはどんなことを話したんだ？気になりますか？でも内緒です。一体何を話したんだ？おっと、そろそろ出番だな。準備はできてるか？もちろんです。ミクと私たちとで最高のステージを届けてきます。マネージャーさんもしっかり見ていてくださいね。皆さん、マジカル未来にようこそ。ミクと私たち4人での初めてのステージですけど、楽しんでいただけていますか？ミクの気持ち、みんなへの感謝の気持ちを曲に込めて歌います。それでは聴いてください。すごい声援。ミクが好きっていう強い気持ちが観客席から伝わってくる。バーチャルシンガー、誰かのために歌い続けてきたミクだから、こんなにも自分のためじゃなくて誰かのために歌い続けてきたからこその強さ。お疲れ様。とてもいいステージだったよ。ありがとうございます。今日のライブとても勉強になりました。そうか。ミクはバーチャルシンガーは今まで出会ったアイドルとは違うものな。彼女との共演は天童さんにとって大きな刺激になったようだな。はい、本当にすごく違ったんです。私とミクは頭では分かっていたんですけど、ミクと同じステージに立って改めて実感しました。私たちはトップアイドルを目指してライブバトルで戦ってランキングを競い合っています。でもヴィーナスプログラムの外側にだってあんなにすごい子がいて。大丈夫か？少し元気がないようだけど。あ、いえ、少し考え込んでしまって。あの、マネージャーさん。どうしたんだ？私は誰のためでもなく自分のためにアイドルの道を選びました。でもいつしか父に認めてもらえるくらいすごいアイドルになることに囚われていたんです。今はもう違うだろ。誰かに認めてもらうためでも自分のためでもない。鈴村さんと奥山さんと3人でトップに立つために頑張ってるじゃないか。そうです。でもミクと同じステージに立って疑問が浮かんだんです。私の歌はもしかしたらミクの歌ほどファンの心に届いてないんじゃないかって。どうしてそんなことを？私は父に認めてもらうため仲間のために歌ってきた。それと比べてミクはずっと純粋です。ただファンのことを強く純粋に思って歌う。だから私の歌よりも心に響くんじゃないかって。教えてください、マネージャーさん。私ちゃんとファンに向き合えていますか？天童さん。私何言ってるんだろう。ごめんなさい、忘れてください。今日はお疲れ様でした。失礼します。ミクとの共演で受けた刺激がいい方向に働けばいいんだけど。